ここにあるようなタイトルでお話をさせていただきます。私どもテックデータベースの中で生態システムの働きを、分子ネットワークとして表現するということをやってきまして、その中で疾患というのはここにあります通り生態システムの揺らぎ状態、それから医薬品というのは、その揺らぎを補正する物質だという、そういう観点でデータベース化を行っています。で、疾患の揺らぎの原因となるさまざまな要因が、遺伝要因、環境要因というものが、ここに記載しているようにあるわけですけども、これらを全体を統合したデータベースとして開発してきたのがこのケックメディカスです。前回の統合化推進プログラムの中で、このケックメディカスの中にこのケックネットワークというものを追加したんですが、これがその具体的に実際のその揺らいだ分子ネットワークというものを蓄積するという観点で始めたデータベースです。というのは、すでにありましたパスウェイというのは、これは通常のネットワークで揺らぎの詳細が入っていなかったわけですけども、それをこのネットワークに蓄積するということでやってきました。今回のプロジェクトの中では、ここにちょっと赤字で示したような部分を、重点的に開発して、ケックメディカスのさらなる高度化を目指すということを行ってまいります。一番大きなのは、この疾患のメカニズムの理解に役立つリソースにするということで、このケックディジーズのデータベースの、整備を行うということです。それに対して、このケックドラッグの方というのは、かなりすでに高度化されているデータベースなんですけれども、これにつきましては、一般の方々の利用が非常に多いので、この科学的知識に基づく医薬品商品の比較検討に役立つようにというような観点から開発を行います。それから3つ目が、この揺らぎの要因の1つの中で、特にウイルスというものに着目しているわけですけれども、ウイルスに関する知識が非常に少ないということで、そのウイルスの知識を集約して、特にウイルスと人細胞との相互作用に関する知識を集約して、そういうものにの予測とかにも使えるようなリソースにしていきたいと考えています。まず疾患データベースですけども、これちょっと現状なんですが、今このケックディジーズ疾患データベースに2600ぐらいのエントリーがありまして、その中で感染症とかを除いて人遺伝子と対応するものが2000ほどありまして、その中にあるユニークな遺伝子の数は4500、それに対して人、これコーディング、タンパクのコーディングリージョンだけですけども、2万の遺伝子があって、その中でケグマパスウェイマップの上に出てくるものは8000あります。で、この疾患遺伝子も、2700、2800ぐらいがこの上にのパスウェイに一応は乗るんですけども、実際に具体的にどういう分子メカニズムかということは、なかなかそれだけではわからない。で、前期の、開発の中では、主にこの疾患パスウェイマップというとこから出発して、そこにある疾患エントリー、105個について、その詳細なケグネットワークの開発をするということをやってきました。ただ、これはもう一応終わっていまして、この疾患パスウェイマップがない普通の他のネットワーク、他のパスウェイマップについての開発が必要なんですね。で、それについて、現状では368エントリーがあるんですが、この数を増やすと、疾患パスウェイマップがあるもの、普通上のマップがあるもの、またそういうマップとの対応のつかないものも含めて、何らかのその分子的な手がかりが与えられるようなものを作っていくと。で、具体的にはそのケグネットワークというもので表現するということです。で、これは一つの例ですけども、コンプリメント、補体系の一つの疾患ですけども、ここからこのネットワークへのリンクがありまして、ここをクリックすると、こういうそのネットワークバリエーションマップというところに行きます。で、ケグネットワークというのは、こういうふうに一次元的にその分子間の相互作用を表現しておりまして、この緑になっているのは、我々レファレンスネットワークと言ってるんですが、この中でものなんですが、それに対してどういう遺伝子のバリアントがあるか、それからウイルスとかがどういうふうなネットワークのパーターベーションを引き起こしているかといったことを表現しております。で、それぞれのバリアントに対する、
まあ、疾患というのはここに書かれているわけなんですが、これはまあ、別の見方をすると、まあ、こういうその補体系、こちらが補体系、こちら血液凝固系ですが、その中 の, まあ、こういう今部分で、まあ、そのそれぞれの部分にこういうまあネットワークの要素が対応すると。で、まあ、ネットワークって、まあ、ネットワーク要素は基本的に一次元なんですけども、まあ、そういうものを複合すればまあ、普通のパスウェイみたいなものが見えまして、これはクラシカルパスウェイと呼ばれる部分がこういうふうな形で表現されています。で、これは直接的にはケグメディカスに関係ないんですけれども、最近はこのケグゲノムブラウザーというものを公開しまして、その染色体上の遺伝子の位置ですね、これは真核生物でも約半分、原核生物は 100%のものについてこういうゲノムマップが見れるんですが、この場合たまたまなんですけども、今のこの補体系の C2、C4、それから CFB と呼ばれるこの遺伝子群がですね、割とこの人の染色体上で近くにありまして、それが他の、これはマウス、これはボバイン、牛ですけども、こういうものでも比較的同じような形で保存さ、進展として保存されていると。ですから、まあ、今後はそのパスウェイ上のファンクショナルなリンクだけではなくて、染色体上でのフィジカルなリンクも含めて、その遺伝子、ゲノムの、あるいは遺伝子と疾患、遺伝子との関係を、アソシエーションを調べていくことができるようなリソースにしたいと考えています。もう一つの、医薬品データベースの方ですが、こちらの方につきましては、まあ、ほぼ、かなり完成度の高いデータベースなんですけども、先ほども言いましたように、この実用的価値を向上させるという観点で、特にこの商品一覧というものがですね、これは我々がJAPIC から提供を受けている医薬品添付文書を我々が処理して表示しているページなんですけれども、例えば、まあ、マイスリーという睡眠薬についてこういう商品一覧というリンクがあります。で、このリンクについてをクリックすると、まあこういうその我々このクラスタイプの商品一覧という言い方をしているんですけども、まあ、いろんなそのこの睡眠薬もいろんなタイプがありますので、そういうものをまあ明確にどういうそのグループの、薬であるかっていうことをきちっと対応付けてですね、それがこの商品一覧に出てくるような形にすると、こういったページをまあ整備していこうというふうに考えています。で、あともう一つ、3つ目のこのウイルスタンパクに関することなんですが、まあ、ウイルスタンパク質というのは我々のその経由データベースの中でも、まあ、定義が非常に遅れてまして、もともと実験的に分かっているタンパク質の機能でも限られているわけですけども、まあ、そういうものをまあできるだけこういう、例えばこういう、まあ、これパスウェイマップですけども、こういうもので、こちら人の遺伝子、こちらウイルスの方の遺伝子で、 HIV の、まあ、このビリオンのにある遺伝子が書かれて、まあ、これ人との相互作用もちょっとここに書かれてるんですけども、まあ、こういった感じのものを作る と同時にいろいろ KO を定義していくと。ただその KO を定義するというだけでは、まあ、なかなかこのウイルスタンパク質を網羅することができませんので、オーソログクラスターというその計算的に作るクラスタリングを作ることをやっていこうとしています。まあ、以上が今回のプロジェクトにおけるケグメディカスの、計画内容です。以上です。